ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。お疲れ様でしたね。皆さんこんにちは。2022年3月31日今日は木曜日です。夕方です。キジトラさんいるでしょうかね。開けてみましょう。お、かなり怒っていますね、キジトラさん。食べる？ベルが鳴り、収穫作業です。キジトラさん、いいですね。始業時間開始になりました。あ、野良猫が、野良猫ですね、ジロリ。監修もものすごい手を叩いております。立派な赤べこスタイルですね。すごいですね、何とも言えない格好です。背中と足、尻尾が何とも言えない形になっております。監修も手を叩いております。キジトラさん、夕方の観衆は5万人、よく入りますね。キジッターとキジートのおかげでしょう。ナスさん、ピタバニさん、七夕さんがいますね。今日のゲストさんです。ゲストさんもいつものメンバーですね。ちょっと今日は風変わりなゲストさんが来ております。誰なんだかちょっと謎ですね。もう払い戻しは不能です。監修も生活に上がっていますからね。もうキジトラさんに全て身を任せています。今日の夜飯、キジトラさんよく食べています。夜飯に次の日の朝飯までかかっていますからね。そろそろ在庫が私もなくなってきました。早いです。キジトラさんよく食べます。あ、お立ち台降りてしまいましたね。休憩でしょうか。一旦休憩します。第2ステージです。なんとも言えない形ですね。これもプーチンスタイルにしましょう。で、今日のゲストさん来ました。大物ゲストさんです。なんとプッチンプリンさんです。右と左顔が違いますね。突然来た鳥虫のフリーエネルギーです。雷です。プッチンプリンさんと鳥虫、何かつながりがあるのか分かりません。のフリーエネルギー、雷が落ちますね。またチンプリンさんと何か関係あるか。お立ち台を降りてしまいます。痺れたのか。ブルブルしています。鳥虫のフリーエネルギー、雷が落ちますね。またすごい、すごい令和のニコラテスラとも呼ばれております。雷が落ちました。鳥虫のフリーエネルギーです。鳥海コイルを使っております。自然のエネルギーです。お立ち台を降りてしまいました。キジトラさん相当痺れたと思いますよ。だいぶ残しましたね。観衆からのブーイングが飛んでおります。ちょっとふらしているのか。バイク見晴らし台を登りました。キョロキョロしています。ん、今日のお話はここまでです。痺れておりますね。ブルブルしていますね。キジシロさんコースへ配達に行きました。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。